どうも、りょうまです。今回の動画ですわ。どうも、りょうまです。今回の動画です。どうも、りょうまです。今回の動画ですわね。ちょっと待って、嘘でしょ。どうも、りょうまです。今回の動画はですね、こないだインスタとかツイッターにこのね、世界の麻婆、ワールドオブ麻婆とオフィシャルグッズって書いてある画像と、この麻婆 T シャツっていう白い T シャツのね、画像を載っけたんですけど、今回の動画はこれに関しての情報をとうとう解禁です。この画像をね、見ただけでももしかしてあれが来るのかって分かってるね、鋭い方もいらっしゃったんですけど、まだね、これだけじゃ分かんない方もいると思うので、動画をね、作ってあげていこうと思います。もうあれなんですよ、最近はですね、ライブ配信とかちょっとできないぐらい、この作業でですね、寝る間も惜しんで作業をやっていたので、もうね、やっとね、情報を出せるということでね、早速やっていきましょう。まずですね、一つ目のグッズなんですけど、こちらがですね、白色の T シャツになっておりまして、麻婆 T シャツ、まあ、略してね、麻婆 T なんですけど、こちらね、サイズの方がね、SMLXL の4種類ございまして、3300円ですね、どのサイズも。まあ、こちらなんですけど、表の方に、まあ、皆さんがね、よくご覧になるね、麻婆スキンの画像が表にプリントされていて、裏側にね、かっちょよく麻婆っていう文字が入っている T シャツになっております。二つ目のグッズなんですけど、こちらもですね、T シャツになっておりまして、こちらはですね、黒色の T シャツで、I love 麻婆 T シャツ、まあ、こちら麻婆 T なんですけど、こちらもね、同じくサイズが SMLXL の4種類ございまして、こちらもね、お値段3300円となっております。こちらなんですけど、表の方にですね、麻婆さんがおててだのハートを作ってる画像がプリントされていて、裏側にはね、かっちょよくね、麻婆っていう文字もこちらにも入っておりますね。こっちの T シャツはね、先ほどに比べてちょっと可愛らしい感じの T シャツになっております。三つ目のグッズなんですけど、こちらがですね、麻婆タオルですね。お値段の方が1800円になっておりまして、こちらもうね、タオル一面にね、もう麻婆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 って、めっちゃ麻婆って書いてあるタオルなんですけど、こちらはですね、もちろんお家でね、お手拭いたりお顔拭いたりするのもいいと思うんですけど、まあね、今ね、フォートナイトのね、大会でね、なかなか会場に行く機会がないと思うんですけど、今後もしね、また大会が開かれてね、麻婆さんを応援しに行くときはね、ぜひね、これをね、広げながらね、応援してもらうのもいいかなって思っております。四つ目のグッズなんですけど、こちらがですね、麻婆のあの銃のおもちゃ、かっこ実弾ということで、こちらはですね、どちらかというとね、お子様向けのね、遊ぶ感じのグッズになっておりますね。でもお値段がですね、ちょっとね、高めなんでね、まあ、お子ちゃまたちはね、ちょっとパパママにね、お願いしていただいてね、ぜひね、ご購入していただきたいなと思っております。四つ目のグッズなんですけど、こちらがですね、麻婆酒ということで、まあね、こちらお値段がね、ちょっとあれで5500円なんですけど、これからね、夏にね、なってね、だんだん暑くなってくると思うのね。で、熱中症とかにもね、ご注意していただきたいので、これをね、被りながらね、ぜひね、お外でね、遊んでいただきたいなと思って作りました。6個目のグッズなんですけど、こちらですね、麻婆しか勝たんステッカーなんですけど、実はですね、こちらだけ、先行販売をしていたことがあったんですけど、これもですね、発売した初日にもうすべて売り切れてしまって、またね、再販という形でね、また発売しようと思うのでね、ぜひね、最初の先行販売でね、買えなかった方はね、ぜひぜひね、今回のチャンスにね、ぜひご購入していただきたいと思います。先行販売で販売してたおかげで、この間小学生の集団がいたんですけど、やっぱね、みんなリュックにね、こちらのね、ステッカーをね、貼っていて、いや、やっぱね、麻婆はね、お子様にも人気があるなと思ってね、めっちゃ嬉しくなりましたね。こちらがですね、グッズの全体の画像になっておりますね。今回のね、オフィシャルグッズ、世界の麻婆グッズなんですけど、第1弾が、ま、T シャツ、タオル、おもちゃ、帽子、ステッカーの
方でね販売していこうと思うんですけど、もうねこちらがですね、あの商品開発部の方とですね一緒にね、もう寝る間も惜しんでずっと制作をして、でねこういう感じでサンプルとかもできて、麻婆さんにまあ LINE でね送ったんですよ。こんな感じでできましたって送った時のやり取りなんですけど、こちらをご覧ください。世界の麻婆ファンクラブ設立に向けて商品開発部の方とグッズ考えてみたの。麻婆から GO が出れば第一弾のグッズこれでいくわということでね、このねメッセージと画像を送ったんですけど、まあ麻婆さんのお返事がこんな感じですね。ちょっとゴールデン高すぎてびっくり、なんかここまで来ると嬉しいということでね、あの麻婆さんがねクオリティ高すぎっていうねコメントを返してくれてね、まあね、嬉しいということでね、まあでもやっぱね、商品開発部のね、方とね、一生懸命ね、作った回がね、ありましたね。麻婆さんにもね、嬉しいって言っていただけて。で、その後にね、商品開発のプロの方に頼んだからね、ということは OK かなっていうメッセージを送りまして、まあ麻婆さんから、うん、責任は取りません。ネタとしては最高すぎる。自分でも麻婆しか赤タンタオル欲しいって言ってるんですけど、麻婆しかカタンタオルはないんだよね、麻婆さん。多分これね、ステッカーとね、タオルがね、麻婆さんね、ちょっとね、あれかな、ごっちゃになっちゃったのかな、麻婆さんね、よくね、勘違いするんでね。まあね、麻婆さんがね、責任は取りませんってことだったんでね、まあね、自分がね、このね、企画のね、最初のあの、意見を出したんで、責任があったらね、まあね、自分が取るということでね、責任は、自分が取るから任せてっていうのを送って、いいネタでしょ、麻婆さんには全部サンプル送るからねって言って、で、その後にですね、何度見てもクオリティが高すぎて笑ってしまうわ、サンプルって気になるわ、ってことでね、もう麻婆さんには、こちらのグッズのもう実物を全部送って、あ、もう OK ですってことだったんで、もうこれからね、発売をしていこうと思うんですけど、で、こちらのグッズなんですけど、まあね、どちらでね、販売をするかと言いますと、こちらのね、ちょっと残りのやりとりをご覧ください。世界の麻婆にそんなお言葉をいただけて嬉しいです。商品開発部の方も涙流してるわーってことで。で、この後なんですけど、見てください、これ。ファンクラブの会員証はこれでいいかしらということで、実はですね、前々から、皆さんに世界のね麻婆のファンクラブを作ってくださいっていうメッセージがねもう殺到していて、実はもうそれのために今までねずっとその作るためにいろいろなね作業をしてきたんですけど、今回とうとう世界の麻婆のファンクラブはできましたということで、今回ね、世界の麻婆ファンクラブがね、できたということで、まあこうやってね、グッズと会員証を作ったんですけど、会員証がですね、こちらになります。で、会員証をですね、こんな感じで作ったんですけど、世界の麻婆でね、会員ナンバーが入って、で、下に世界の麻婆って書いてあると思うんですけど、ここに皆さんのね、お名前をね、入れてお渡ししようと思うんですけど、で、この会員ナンバーって多分入った順にどんどん埋まっていくと思うんですけど、今回ですね、ちょっとこの会員になりたいよっていう方は、コメントをしていただいて、で、お名前を何色にしたいかと、あとここに乗りたいお名前をコメントしていただいて、で、その中から抽選で1名様に会員ナンバー0にさせていただこうと思うので、抽選でね、抽選でさせていただいて、で、当たった方は1名様だけナンバー0というね、幻のナンバーにしようと思うんですけど、で、その後からの番号は、まあ、抽選で1、2っていう風に決めていこうと思うので、ぜひね、入りたいという方で、まあ、0になりたい方は、コメント欄に、入りたいですってコメントしていただいて、ここに乗りたいお名前と、あと色を書いていただきたいと思っておりますので、ぜひね、皆さんコメントしてあげてください。入りたいという方は。でね、自分もね、世界の麻婆ファンということで、もちろんね、ナンバーゼロが欲しいので、自分もね、皆さんと同じ感じでね、応募しようと思うので、ナンバーね、ゼロを狙ってね。なのでね、自分もね、コメントをね、しようと思っております。
はい、ということでね、今回はね、世界の麻婆のね、ファンクラブができたという動画でした。ぜひぜひね、皆さんのたくさんね、コメントしてね、これにね、入ってあげてください。ということで、今回の動画はここで終了しようと思います。ご視聴いただいた方、ありがとうございました。